おめでとう、おめでとう、おめでとう、セリザワールド。皆さんこんばんは。 FM924AM1422 ラジオ日本とギフちゃんがお届けするアイリスセリザワユのセリザワールドウィズユーが始まりました。そして皆さん、昨日あった兄様の発表会で、発表会で発表がありましたね。なんかもうみんな若干察してたんですけど、今年の兄様芹沢優ちゃんソロで出演いたします。ははは、ありがとう。いやー、今口に出して緊張してきた。すでにやばい。すでにもうめっちゃ緊張。ダメだな、なんか実感し始めると緊張しますね。なんかそのもう、まあその出るよっていうのはもちろん昨日じゃなくて、その結構前からその斉藤 P さんに直接言っていただいて、その今年はソロでお願いしますって言っていただいて、なんかえーってなったんですけど、その時はその嬉しいとそのなんか驚きがあって、そのなんかあんま実感してなかったんですよ。でもなんか今なんかこうやって言うことによって、なんかじわじわ自分SSA に一人で立つんかっていうのを実感してきて、やばいね、緊張してるわ。なんか早いわ、まだあと5ヶ月くらい5ヶ月くらいあるっていうのに、なんか緊張してきてますね、すでに。恐ろしい。いやでもそれぐらいやっぱ兄様っていうのは特別なステージで、まあアイリスちゃんとしてはもう何回出てるんだろうね。本当にありがたいことに毎年呼んでいただいてたんですけれども、そう、でもやっぱもうユニットと出るのとソロと出るのはもう全然感覚が違うので、いやでも本当にここまで10年間やってきて、まあソロでは5年ですけどね、なんかでもずっと兄様には出たいと言ってたので、そう、今年かなって嬉しいです。もう皆さんのおかげです。頑張ります。ぜひなんかこう何かを残そうと頑張る芹沢優ちゃんを埼玉スーパーアリーナに見に来てくれたらなと思います。日にちがですね、私は最終日の8月の27の日曜日になりますので、今回はアニメロサマーライブ2023アクセル、グッとアクセルを入れてね、私も頑張ります。ぜひ応援よろしくお願いいたします。はい、ってことで、最近の私は、まああとそう、シャインポストのライブがあったんだよね。そう、それが先週か。そう、シャインポストのライブもね、もうめちゃくちゃもう本当に楽しかった。でもね、シャインポストの話はね、結構そうメールも来てたので、メールとか読みながら振り返っていければなと思っております。そんな感じかな。いやでも本当にね、嬉しいね。今年は本当に嬉しいお知らせをね、たくさんさせていただいてるんですけれども、でもね、これでも満足、全然満足っていう言い方変なんですけど、もっともっと頑張るぞっていう気持ちが全然収まらないので、これからもね応援よろしくお願いいたしますね。シャインポストも楽しかったね。もうその話もしよう。はい、ということで今日もあなたをセリザワールドに輝いてるよしたいと思います。輝いてた、みんな。アイリス芹沢優のセリザワールド with you ラジオ日本ギフチャンでお送りします。それでは今日の1曲目をお聴きください。こちらね、リクエストが来ていたんですよ。まあもう来るよねとは思っていたんですけれども、こちらです。ラジオネームドンさん、はい、ゆうちゃん、この曲を3月のうちにどうかどうかお願いします。もう今週か。そうか、今週がその解散ライブになるんですね。いやー、ちょっと本当に寂しいんですけれども、はい、私もかなり馴染み深いっていうかね、キャラクターとしては歌わせてもいただいているこの曲かけたいと思います。聴いてください。ランガールズランでキラッとスタート。いつでもみんなを I love you ちゃん、 I love you ちゃん、 I love you ちゃん。アイリス芹沢優の芹沢ワールド with you。 ここでアイリス芹沢優からお知らせです。声優になりたい、夢を夢で終わらせたくない、そんなあなたに私から伝えたいことがあります。私が卒業したアミューズメントメディア総合学院は、在学中からプロの現場を体験でき、現役のプロの声優講師陣から技術を学べる実践主義のスクールです。
ただいまオープンキャンパスは来校型の体験説明会とオンライン説明会を同時開催しています。ぜひあなたもお好きなスタイルで参加してみませんか。次回オープンキャンパスは3月26日日曜日に開催します。各イベントの詳細や最新の情報はホームページをご覧ください。夢を夢で終わらせないアミューズメントメディア総合学院ホームページは AMG 声優で検索。アイリスの芹沢優がお送りしてきた芹沢ワールド with you 第508回目の放送もついにエンディングですね。えそうなんですよ。もうね、今週かランガちゃんのファイナル、いやもう本当にね、なんかみんな本当にワグモだしランガもですけど旅立っていくんですよね。そう寂しいけど、まあ次のステージにっていう前向きなねやつですからいいんですけど、なんかアイリスちゃん残っちゃってるね。本当にアイリスちゃん本当残っちゃってるんですよ。精一杯でもあのね続けてるうちは精一杯やるんでね、惰性じゃないですよ。アイリスが続いてるのは惰性じゃない、本気ですね。でもまあその卒業していく後輩たちを見てね、もうこう応援したいなという気持ちでございます。はい、ってことでゆうちゃんからのお知らせです。まずは今週アニメジャパンがあるんだ。そう、3月25あと26のステージも発表されたのかな。そう、伊勢スマとかあとテンプルとかカノカリもステージがありますので、アニメジャパンよかったらお越しください。そして、DJ コーフェスやるってよ、ニコニコチャンネルプラスでスタートしました。こちらはね放送というか3月の分の多分配信日が決まったら、配信っていうか放送か、はい、お楽しみに。そして4月1日にあるあるシティ芹沢優がやってくるは北九州でイベントあります。そして4月9日はアニエラシティバッシュあと豊洲ピットあります。アイリスちゃんとしてはですね、4月22からエイスライブツアーワッショイ始まります。楽しくなると思います。本気だから、続けるなら本気でやる私たちなんで、もう今回もすごくいいツアーになってると思います。はい、って感じです。その他詳しい情報はアイリスのオフィシャルホームページ、ツイッター、インスタ、TikTok をチェック、この番組は皆さんからのメールをお待ちしています。ゆうちゃんが助かる曲のリクエスト、ゆうちゃんのミッドナイトカウンセリング、ゆうちゃんの音楽隊、ゆうちゃんのかまってレホンは、ゆうと電話で話してみたいトークテーマと電話番号を忘れずに、非通知設定も解除しておいてください。ゆうちゃんって言うよねはゆうに言ってほしいトークテーマを募集します。あとゆうちゃんへのラビットレター、次回のテーマは家庭教師です。あなたの家庭教師が芹沢優ちゃんだったらということをね妄想しながらラブレターお願いします。長すぎずね、はい、普通のお便りもマッチしてます。アドレスは irisyou@jorf.co.jp irisyou@jorf.co.jp です。さらには番組専用のツイッターもあります、チェケラー。さらにさらに番組の YouTube もチェケラー。詳しくは番組のホームページをお花見しながら覗き込んでね。今日は桜ソングいっぱいかけましたからね。ってことで FM924AM1422 ラジオ日本とギフちゃんがお送りしたアイリス芹沢優の芹沢ワールド with you、 お別れの時間となってしまいました。いつでもみんなを I love you ちゃん、来週もよろしく。今日の一言、最後まで悔いのないように頑張れランガちゃん。